こんにちは、サンロードの花園です。最近ほんと寒い日が続いてますよね。寒い日が続きますけども、間もなくですね、いろんな花が咲く春を迎えます。春と言いましたら、まず咲くのが梅ですよね。ただいま春日ではですね、ご覧のように梅まつり開催しております。いろんなですね、梅味のお菓子ご準備いたしております。例えばですね、チップスター紀州の梅味やですね、カッパエビセン紀州の梅ポテトチップス、ギザギザのですね梅塩昆布味や片揚げポテトの梅味などですね、いろんな梅味のですねお菓子ご準備いたしております。こちらですね、いずれの商品も期間限定となっておりますので、ぜひこれを機会にですね、いろいろな梅味のお菓子試してみませんか。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントもお待ちいたしております。それではだんだんなー